不習慣な妖怪徳の館、今日も始まる最後の晩餐、身の毛もよだつ脳みの数々、人に食い漁る女の笑顔、彼女の名前はマイカ・コウチータ、かつてこの世の美食を極めた、その果てに彼女が求めたのは究極にして至高の悪食、今年に入って15人目のお方へコックがこう言ってきた、そろそろお暇をもらえませんか、全く使えぬ奴らばかりね、いつしか館はもぬけの殻に、何にもないし誰ももういない、それでも彼女は求め続けた、究極にして至高の悪実、して静かに微笑んだ、まだ食べるものありじゃない、コウチータの最後の悪食食材はそう、彼女自身食を極めたその体の